はいどうも中井戸です。今回は4月27日に配信開始されたフェアリーテイルギルドマスターズ、新作中の新作なんですが、こちら見たことない大事件を起こして炎上してます。かれこれずっとこういう事件を追いかけ続けてる私中井戸ですが、こんなの見たことないですね。前代未聞です。運営会社の社内にテロリストがいるとしか思えない、こんな事件が起きたんです。先に概要だけさらりと説明すると、なんとユーザーに課金の石を1000万個配布したんです。ユーザーはそれぞれ石を1000万個受け取ることができたんですね。さらにそれだけではなく、全キャラと素材をこれまたたんまりと配布すると、そんな太っ腹なばらまきをしたわけですね。でガチャと引く必要もないくらいのキャラやアイテム、そして引いても引いてもなくならないガチャ石、異世界転生レベルのチートプレイヤーが大量生産されたわけです。でここまでの事件聞いたことはありません。しかしやらかしてみたものの、ゲーム自体はいいものかもしれません。そう思い Google プレイストアを見てみると、219件も評価がありながら、なんと星 1.6。 キャラゲーなので原作ファンが甘めに評価してるのかと思いきや、どぎつい低評価となっています。ここまで来るとどんなひどいものなのか気になりますよね。実はこの件について巷で出てる情報は正確でないものが多いんですよ。厳密には1000万個配られて使うことはできたけど、それは〇〇だったとか、あとは多くのユーザーのデータが消えてしまったとかね、プレイできなくなってしまったとかね。というわけでこのゲームの内容や事件の経緯などをまとめて解説しますので、最後まで聞いていただけると非常に嬉しいです。それでは行ってみましょう。さて、まずは原作フェアリーテイルの紹介なんですが、週刊少年マガジンにおいて2006年から2007年にかけて連載された漫画作品で、2020年2月時点で累計発行部数は7200万部を記録している、ウィキペディア参照ですね、島博さんの作品ですね。アニメもやってまして、一時期 YouTube 上でも公式で動画出てたんですが、第1期第2期ファイナルシリーズと放送されていました。 Netflix に最近入会したんですが、そこでなら見ることができましたね。世界観としては魔法を使う魔道士が存在するファンタジーで、 RPG のような形で魔導士ギルドという組合組織があり、魔導士に仕事の仲介をしています。ナロー小説とかによくある設定の冒険者ギルドとかですと、大抵は王国に一つとか、その地域や都市に一つとかなんですが、この魔導士ギルドというのは、ちょっと性質が違って結構たくさんあるんですよ。 MMORPG のギルドくらいの感覚ですね。ワンピースでいう海賊団的なノリなんかと、各ギルドには紋章があり、ギルドメンバーは紋章を自分の体や服に入れることで身分証明を行います。また傭兵ギルドや商業ギルド、さらに闇ギルドという悪の集団も存在します。こちらは解散命令を出されたが裏で活動を続けているギルドですね。というわけでこのフェアリーテイル、魔導士が中心のお話で、その魔導士のチームとしてギルドというものがあり、主人公である夏が所属するギルドが妖精の尻尾と書いてフェアリーテイルなわけです。この作品のタイトルはギルド名なんですね。そして今回紹介するゲームのタイトルはフェアリーテイルギルドマスターズということで、このギルドのトップ、つまりギルドマスターに誰でもなることができて、原作キャラを所属させて戦うみたいなね、そういうゲームであることが想像できますよね。さてこのフェアリーテイルギルドマスターズなんですが、最初に言っておきますと、過去一でクソだなと思うレベルのクソゲーでした。運営によるトラブルとかそういうものを全く抜きにしてもどうしようもないゲームです。でなぜそこまで言うのか説明しますと、まずキャラゲーというわけで、気になるのがストーリーとか原作再現度ですね。このストーリーがめちゃくちゃです。原作をあらかじめ知っていればなんとなくわかるんですが、初めて見た方には意味不明でしょう。僕はこのゲームをやる前にアニメを予習したんですが、アニメには魔導士やギルドの話など世界観の説明がありました。しかしこのゲームは全くそんなものはなしで、ストーリーが進行していきます。セリフや描写も飛び飛びなため、初見の人は何が何やら頭に入ってこないと思います。演出面でも問題が多々あります。フェアリーテイルのストーリーの最初はフェアリーテイルの下流と書いてサラマンダーを名乗る男が登場し、女の子に大人気という描写があります。実はその男はプロミネンスのボラという炎を操る魔導士で、フェアリーテイルの名前を語って悪事を行っていました。その悪事はチャームという魅了する魔法を使って女の子を騙し奴隷船でさらってしまうというかなりの悪ですね。魔導士のルーシーもこのボラに最初は騙され、サラマンダー様となってしまいますが、主人公の夏に助けられます。この夏が本物のフェアリーテイルのサラマンダーなんですね。という感じの出会いがあるんですが、この描写が非常に雑で、最初からボラのとこにねボラって書いてあるんですよ。またルーシーもボラの船に乗るときに着ていたドレスを最初から着ており、原作を見たことがある人間からすると謎でしかないです。おそらくこのドレスを着たルーシーが SSR で、通常のルーシーが R なので、 SSR の性能をチュートリアルで見せつけ
けるためにドレスを着てるのかなと考えたんですが、それにしても船に乗るまでは通常衣装で良かったんじゃないかと思いました。また夏とボラの戦いは街中で行われ、船を破壊した後にこう街もぶっ壊してね、やりすぎっていう流れになるんですが、このゲームでは船を破壊したからやばいという理由で最後逃げてきますね。セリフもちょこちょこ改変されています。というわけでストーリー展開はガタガタです。立ち絵も1枚でなんとか頑張ってます。次にボイスですが、こちら 100% ではないですが高い頻度でボイスがついています。基本的に原作にあるセリフはボイスがついている確率が高いですね。重要な点はただ一つで、夏のボイスがないということです。夏は必殺技発動時の狩猟の方向というセリフしかなく、それ以外のボイスがありません。なぜか最も重要なキャラのボイスが超少ないという不遇キャラになってますね。このゲーム夏は主人公なのにもかかわらずとにかく不遇で、キャラクターのリアリティが5段階もあるんですが、夏は最低レアの N になってます。ルーシーのように R と SSR で2パターンあるとかでもないんですね。とにかく弱くて声がなくて不遇です。夏のイニシャルが N だから N だけでいいとかなんでしょうかね。だとしたら私中井戸も他人事ではないですね。さすがに後々 UR とかの最高レアで実装されるとは思うんですが、後のねセキュリティガバガバ事件で漏れたデータにもそれらしきものはないんですよね。ツイッターを見てみると、フェアリーテイルは好きだけどフェアリーテイルのゲームどれも思んなくてやめちゃう。今回のも完全音やし、なぜか夏はフルボイスじゃないしやめちゃった。ねえ、夏ボイスないのにルーシーとハッピーはボイスついとるんなんなんってことでね、主人公夏にはファンも多いので、原作ファンも全く納得がいってないみたいですね。次は戦闘パートですが、このクオリティがまた低い。音も込みで聞いてもらいたいので100番一見に近づ、ちょっと戦闘を見てもらいましょう。どうですか皆さん、面白そうでしょう。今のは3倍速モードでの戦闘ですが、画面から目が離せなかったでしょうね。戦闘中は必殺技発動以外は特にボイスがなく、ビシとかバシとかポカとかなんかそういう感じの音が鳴るだけです。ただ必殺技自体も味方はターン数が多すぎて打てないので敵がうるさいだけですね。また戦闘システムは完全にオートで、技術介入要素はキャラの1くらいしかありません。そこで戦略性があるのかっていう話ですよね。そしてこのゲーム、どうやら特定のキャラ以外は基本的に自分がいる列の先頭を投げるので、とりあえず僕は守りたい高レアのキャラを後ろにして弱いノーマルキャラを前に壁として置いてました。ほんとそれくらいですね。あとは純粋にキャラの強さで決まるのかなと思います。この手のゲームにしては珍しくキャラの数に制限がないので、コスト30までならたくさんキャラを配置することができます。ただ同じキャラを配置できないという問題がありますね。どう考えても大量にキャラを並べてコストを限界まで使った方が強いゲームなんで、ガチャを回して別のキャラクターを用意しないときついわけですね。さて、気になるガチャの方に触れていくんですが、この低品質ゲームであるのであればどうでしょう。最高レアの確率何パーセントぐらいだと思いますか。渋いと言われていたニーヤリインカーネーションでキャラが 2%、 桜革命でも 3%、 ウマ娘も 3% となっています。天井あるなしはありますが、そんなもんですよね。今回のフェアリーテールなんですが、さっきも言った通りキャラクターのレアリティが5段階あります。下から N、R、SR、SSR、UR ってことで5段階キャラのレアリティがあるゲームは珍しいですね。FGO や桜革命は星3から5ですし、ウマ娘は星1から星さんなど、今時のスマホゲームは3段階であることが多いですね。で、気になる確率はこちら。最高レアリティの UR 確率がなんと 1% となってます。そして SSR が 2.75% ということでかなり渋めですね。こちら通常ガチャの確率であり、イベント等があればまだわからないんですが、イベント一切なしの状態でリリースされた、これまたね斬新な感じのゲームのため、ここで判断するしかないですね。ちなみに天井も見当たりませんね。そういう風な説明とかガチャ回したらなんかカウント進むとかも特にないですね。さて、
剣激渋、超集金ガチャのような気がしますよね。皆さんもこんなクソみたいなゲームのくせにこれだけガチャを絞るとは何事だと、そう思ってらっしゃるでしょうが、ちょっと待ってください。まだ僕は1回のガチャにかかる金額、こちら説明しなかったんですよ。申し訳ない。皆さんが誤解するような説明の仕方をしてしまったんですが、結局のところ10連がいくらなのかと、そういうところによりますよね。ということでガチャの金額を説明するんですが、ガチャ1回で400ラクリマ、まあこれは課金の石ですね。10回ガチャで3600ラクリマとなってます。え、なんですか、高くないか。そのこれだけ渋いガチャであればもっと安い値段になるんじゃないかと。どうですか、1回400ラクリマが高いと、10連で3600でも高いっていうんですかね。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。違うんです、もう1ラクリマがいくらかはまだ説明してませんね。皆さん普段やるゲームの癖で1ラクリマが1円だと思ったんじゃないですか。そうでしょうね。そうですよね。1ラクリマが1円だと思ったから、まあ、1回400の10連3600が高いと思ったと、誤解させるような説明の仕方ですいませんね。では課金ページを見るんですが、はい、こんな感じですね。120ラクリマで120円で、730ラクリマが730円で、1100ラクリマが、え、どうしました？はい。はい。1ラクリマ1円じゃないんか。いえ、違うんですよ。説明をね、最後まで聞いてください。こういうのはね、大体買えば買うほどお得にできてるんですよ。それこそ1万円分とか買えばね、めちゃくちゃ石がもらえるとか、1万円分石買えば、1万円分の石に5000の無料値がついてくるとかね。それが今なら半額で買えますとかね。まあ、そういうお得パック、これが最近のスマホゲームのトレンドです。はい。では見ていきますと、3700ラクリマですね。10年が回せる値段なんですが、これが3680円ってことで、20ラクリマお得になってまして、1950ラクリマは15000円で買いますので、なんと450ラクリマも、え、どうしました？しょぼい。何がですか？お得パックが大してお得じゃない、しょぼすぎるとですか？そうですか。僕は450円でもお得だったら嬉しいなっていう思うタイプなんですけど、皆さんそうじゃない。価値観の違いですね。というわけで、10連ガチャはほぼ3600円です。そして、まあ、UR 確率が 1%、天井なしでございます。めちゃくちゃきつい。そう思われるかもしれませんが、これからが本当の地獄です。何が地獄か。それは、このゲームのキャラ強化システムです。このゲームには、熟練度、昇級、必殺強化、この3つの強化方法があります。3つもあるのかと思うかもしれませんが、中身は非常に単純で、熟練度を上げるために、経験値の薬かキャラクターを食わせます。そして、熟練度を最大まで上げれば、レベルアップ、と思うかもしれません。がそうではなく、熟練度を最大まで上げると昇級ができるようになります。これでようやくレベルアップです。レベルアップといえば星アップですね。SR の星0が星1になって星2になるみたいな感じですね。最大星5まで上げられるみたいなんですが、星4以降はちょっと鍵のマークついててロックされてますんで、条件があるのかもしれません。昇級したキャラはかなり強いです。このゲームは攻撃力と素早さと HP の概念しかないのか、なんか攻撃力分のダメージがそのまま通るんですが、 N のキャラで攻撃力が2から3、 SR で6とかなんですね。その SR を昇級させるとなんと攻撃力が8になると、元々の3分の1も攻撃力が上がるわけですから、めちゃくちゃパワーアップしてますよね。次は必殺強化です。なんとなく想像つく方もいるんじゃないですか。そう、限界突破システムですね。スマホゲームにおいてガチャでキャラが被ることは当たり前ですよね。そしてそのキャラに同じキャラを食べさせると限界突破といってキャラの性能が上がります。フェアリテールの場合は必殺技の強さが上がるわけですね。分かってますよ中色さん、そんなの桜革命にもあったじゃないですか。そうおっしゃる方もいるでしょう。しかしここではいともたやすく行われるえげつない行為が繰り広げられていたんです。このゲームの強化システムはそうです、同じキャラを食わせたり万能スキルブックというものを食わせるとスキルレベルが上がるとありますが、通常スキルにレベルはないので、まあ、必殺技レベルが上がります。これは統一しろと思いますね。さて前置きが長くなったんですが、この必殺強化の本当に恐ろしいところ、それは成功確率が 17% のところです。どうですか皆さん、恐ろしいでしょう。皆さんが今子犬みたいにガタガタ震えてる姿が目に浮かびますよ。そう、仮に自分が 1% の UR を引いて、その UR を最強にしたいと、で同じキャラが被って、じゃあそれを強化しようと思っても 17% しか強化できないです。つまり、まあ、強化したくてもね、だいたい6回に1回ぐらいの確率しか成功しないですよね。そして必殺技レベルはなぜかキャラによってバラバラなんですかね。まあ、SR で9と11のキャラがいました。まあ、平均10だとすると60回同じキャラを被せないとダメってことですよね。 FGO の5回重ねるだけでもすごいなと思ったんですけど、60回重ねることになろうとはなという予想外でしたね。さて皆さん、これで終わりだと思ってませんか。平均60回同じ
キャラを引けば貫突までいける、いつからそう思ってました。そんな皆さんをさらなる絶望に叩き落とすために、このシステムには強化制限が存在します。先ほど言っていたスキルレベル9から11回まで上げられる SR ですが、自分が持つ2種類の SR を確認したところ、必殺技強化可能回数は2つとも38回でした。これはどういうことでしょうか。スキルレベルが9のキャラだとしても平均54回ほどの試行回数が必要です。しかし38回強化すると強化制限に達してしまい、それ以上必殺技が強化できなくなるんですね。お分かりでしょうか。強化制限に達してしまったキャラはそれ以上重ねられなくなり、運が悪ければ未来のない欠陥キャラになりますと。それが嫌なのであれば何回か重ねて、運が悪かったらそのキャラを諦めて別の新しいキャラに一から重ねるしかないですよね。どうでしょう。いかにこのゲームが何重にも集金要素を重ねているか分かりますよね。ツイッターの反応を見ると、ガチャ 1% 最低ランクまで出るゴミガチャ、引き直しあるけど5回しかできないし、最高ランクのユアラ出ない、リセマラ1連、戦闘フロートでつまらない、運営がケチ、これは集金ゲーだからやらない方がいいってわけで、そもそもリセマラがねガチャ5体しか回せなかったっていうのと、こっからユアラ出ないらしいっていうのと、引き直しができないっていうのと、あと名前はね1回取ると二度と取れないシステムなんで、同じ名前でリセマラできないですよね。まあ、ことごとくいろんなとこがね渋いゲームですね。ちなみにこのゲーム後から引き継ぎできないんですよ。なので引き継ぎをする機能を使いたいならリセマラしないでください。リセマラはゲストアカウントでしかできません。そして一度ゲストアカウントでプレイすると、その後からね Apple ID とかに紐付け連携ができないんで、その時はそのデータが消えたらさよならバイバイですね。というわけで、このゲーム特にバグとかなくてもクソゲーじゃないですか。完成しててもクソゲーなんですけど、結構不具合とか事件が数日で次々と起こってまして、そのあたりを時系列で紹介したいと思います。まず正式サービス開始日が4月27日なんですが、これが発表されたのが4月23日でした。これすごい急ですよね。そして4月27日、まあ、日時はまだ何かというところなんですが、最終調整をしてますので待ってくださいというツイートが公式が出ました。いつなんだよとユーザーの皆さん怒るかもしれないんですが、フェアリーテイルファンは民度が高いので、この程度ではありません。その証拠にリプライが1個もついてないんですね。これはもちろん民度が高いからですよね。はい、ここから事件起こります。4月28日になんとプレイヤーに素敵なプレゼントが配られます。ツイッター見てみると、昨日リリースのフェアリテイルのゲーム運営が全ユーザーに間違えて石1000万配布したり、未実装のキャラボックスに入っていたりした話好きってことで、見てください、1000万ラクリマのアカウントがありますよね。これはコラではありません。本当にこれでプレイができたんです。これどういうことかと言いますと、まあ、こんな感じで QA 検証用アイテム配布28とか29とかでメール来てますよね。これを受け取ると UR キャラとか SR キャラをセットでもらえるわけですね。このセットがね30とかありますから、全ての素材と1000万ラクリマと1000万ゴールドが手に入るわけですね。1000万ラクリマの価値は先ほど説明したので皆さん分かりますよね。と1000万円です。それに加えて全キャラ、これもうゲームクリアですね。時間を見てみると、 Twitter 上で午後4時37分にツイートされています。フェアリーテイルの新アプリ大丈夫か、ガチャキャラやら素材やら手違いで全部配布してるぞ、ロールバックかこれはということですね。これはおそらく皆さんが想像してるような風景とちょっと違うんですよ。斜め上です。というのもこの時間は実はメンテナンスが行われていたはずなんですよね。15時からメンテを行ってて、この不具合というか、まあ、全キャラと石配布の現象はこの時間帯の中で行われているっぽいんですよ。不思議ですよね。なぜメンテ中なのにプレイできているのか。実はこれ QA バージョンなんです。左下をご覧ください。バージョン 1.0.0 QA とありますよね。先ほどのメールにも QA という単語出てきましたよね。これが一体何のか。 QA とはクオリティアシュアランスの略で品質保証を意味します。カッコつけてはいますが、つまりテストバージョンってことですね。メンテナンスとかそのデバッグ用のテスト版です。例えばガチャを回すテストをするときどうしますか。わざわざ課金して石買ってガチャを回してしますかって話ですね。それは違いますよね。あらかじめ大量の石を持ったアカウントでテストすればいいわけです。キャラの強化やレベルアップなどが正常に動作するかどうかも、まあ、全キャラ持ったアカウントがあればいいわけですよね。なのでそれをテストするためのバージョンが QA だと考えてください。さらに問題なのは、そのテストバージョンがストア上にビルドされていたようですね。まあ上がっていたと、まあ、おそらく iOS 版だけだと思います。つまりその期間 iOS 版をダウンロードすると、そのテストバージョン QA バージョンがダウンロードできたわけですね。そしてユーザーに何が起こったかというと、メンテとは知らずに QA バージョン、つまりテスト環境でゲームを起動します。本来は IP 制限をかけて、例えば社内のネットワークからしかログインできなくするといったことはやるんですが、まあ、こういった、まあ、リモートワークをせざるを得ない状況下ですので、おそらく皆さんね自宅で作業するのかと。そうすると社内でのみ接続っていうのはできないですよね。自宅のネットから繋げられないということで、デバッグ作業を各自でやるんですが、この時それぞれのデバッグ側の家の IP アドレスを登録して、それ以外を弾いておけば大丈夫なんですが、めんどくさかったのでやらなかったんでしょうね、僕の想像ですけど。このテストバージョンのメールとかデータっていうのはあくまでテストのデータなんですよ。つまり世界線が違うんですよね。なのでテストバージョンのゲームでなければ接続できないということで、じゃあまあね、外部からこの QA バージョン接続できないわけだし、 IP の登録もめんどくさいからやんなくてよくないっ
になったのかもしれないなと想像します。しかし現実には誰でもテスト版をダウンロードできるようになっており、繋がってしまったわけですね。そしてそのユーザー驚くでしょう。まずデータが全部消えてます。それはそうです。なぜなら本番環境、本来の世界線でしか今までプレイしたデータには接続できないので、テスト環境のデータに接続しています。そうするとユーザーは、なんだ最初からかよクソ運営が、と思ってメール見てみると、なんと全キャラとお金がたくさんあるではありませんか、ということですね。これに対して運営は、こういった声明を出しているんですが、なんか文章が安定してないですね。 iOS の表記すらブレてます。個人的な予想ですが、ツイートしてる担当者がこれ上下違いますね。これね、不当点をつけるつけないも安定しません。だってよくあるおもらし現象と違い、あくまでテスト環境での出来事なので、本番環境のデータに何かが配られたわけではなく、ユーザー同士で不公平なことは起きてないんですよ。そのガチャ引き放題バグとかが起きて、そのバグを利用して得した人とそうじゃない人がいて不公平だみたいなね、そういうことにはなってないはずなんですよね。めでたしめでたしとはいかないんですよね。このメンテの後、こんなツイートが殺到します。2回も初期化しました。最新のツイートには返信できないようにされているということは、ユーザーの声は聞きたくないということなんでしょうね。呆れました。私もです。データ返してください。わらわら、データだけは返してください。データが消えた時は焦った。なんとか直して。こんなリプライが軽く20件30件ぐらい来てますね。このゲームをやってる人口の規模を考えると異常な人数です。何があったのか、これは公式からの情報が一切出てないのでちょっと推測が入るんですが、ゲストアカウントでログインした人全員もしくは大半にこの現象が起こっているものと考えられます。要はですね、僕の予想なんですけど、アップデートかけるときに、つまり QA バージョンから戻すときにね、ゲストアカウントと端末の紐付けが消えたんじゃないですかね。なので、ゲームが初期化されているということですね。Apple ID で入ってる方もなんか削除されているというリプライがありまして、これはアプリを再インストールし直せばなるという報告がありますが、ゲストの方はね、連携ができてないので無理ですね。これなんですが、データ自体は残ってるんじゃないかなと思うんですよ。紐付けが消えただけであれば、データベース内でのデータが消えたっていうのはちょっと考えづらくて、要は本番環境の元々のデータを初期化してなければそのままなはずなんですよ。ロールバックする必要ないですからね。たまたまその人たちがテストに繋がっちゃっただけですから、だけってのも変ですけどね。相当なやらかしですよ。セキュリティもクソもないってことがバレてるわけですから、運営の信頼っていうところはもうどうしようもないところまで来ちゃってるんですけども、データだけは残ってるはずなんですよ。ただどうやって復旧するんですかね。これ僕もともとこういう名前でやってたんですけどって言ってスマホとの紐付け戻るかって言われると、運営側がスマホ認識できてないんで現状多分無理ですよね。これね、ちょっと技術的な話なんで、もし専門家の方がいたら教えてほしいぐらいなんですけど、僕は多分無理だと思うんですよね。運営に文句言ったところで、端末情報を持ってて名前と紐づけるだけみたいな話だったら、もうやってるじゃないですか、運営さんが。なんで、もう復旧できてるはずなんで、つまり、ゲストアカウントでやってた人は、終了ってことでしょうね。もともとゲストから紐づけし直すことができない、そういう技術レベルのゲームなんで、そのあたりが最初から苦手なんでしょうね。なので死んでしまったと。課金をしてた人もいるでしょう。これだけ大量のアカウントが実績に死んでしまったわけですから、それに対する説明一切ないんですよね。お手も楽に今1800とかいう、なかなかふざけたお詫びを配ってて、1800って5回も回せないけどね、見て10連分配りやと思いました。またこんな感じでログインできないバグも起こります。なんか急にログインできなくなって1時間ぐらい待ってたらなんか治ってました。あれ怖いですね。単純に怖いですこのゲーム。というわけでカバネリ以来ですかね、ここまでやばいのは。正直レベルとしてはカバネリ余裕で超えてると思うんですが、とりあえずセキュリティがガバガバでユーザーがテスト環境で接続できてしまって、全キャラ使えたと。でその結果未実装のキャラも全部バレたわけなんですが、恐ろしいのはそこだけでなく、ゲストアカウントのプレイヤーがデータ初期化されてしまったってことですね。もうガバガバのガバすぎて本当にプロなのか疑いたくなるレベルですね。ファンが同時にやってますって言われた方がまだ納得できますよ。ゲーム自体の質も低くて評価 1.6 ですね。妥当でしょう。正直 1.6 ですら高いのではないかと思いますね。このレベルのゲームであれだけ集金強気ですからね。開発にはなぜフェアリーテイルを選んだのか聞いてみたいものです。フェアリーテイルのゲームは本当に恵まれてない印象なんで、もうちょっと作品をね大事にしてほしいかなと思いました。ファンから搾取するのは別にいいんですよ。ただね、もう少しいいゲームで気持ちよく搾取しませんかと思いました。というわけで最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。チャンネル登録するかどうかお任せしますので、よろしければもう一本中井戸の動画を見ていただけると非常に嬉しいです。以上中井戸でした。今後ともよろしく。